平和の明かり。奥のアーチが原爆死没者慰霊碑。その奥が広島平和記念資料館。平和の明かりは広島県広島市の広島平和記念公園内にある日及び課題。1964年8月1日建立。建立者は平和の明かり建設委員会。設計は丹下建造。半角と高級平和実現まで燃やし続けられている。 火種は全国十二州派からの宗教の日、全国の工場地帯からの産業の日から、その火種の一つに宮島未仙の消えずの霊化が用いられている。以降、ずっと消えずに燃えている。毎年平和の明かりリレーとしてここから採火し、広島県の市町村をリレーで一周している。過去には日本開催のアジア大会やユニバーシアードで、 成果として採火されている。鉄筋コンクリート構造。高さ3メートル幅13メートル奥行き8メートル。手首を合わせ、手のひらを大空に広げた形を表現している。その中央で火が焚かれている。南側にある幅17メートル長さ70メートルの池は平和の池と呼ばれている。1957年8月3日混流で、 平和の明かりより先に混流されており、当初はその南側の原爆死没者慰霊碑の3方を取り囲む幅2メートルほどの小さなものだったが、平和の明かり混流の際に現在の状況まで拡張された。なお、北から原爆ドーム、平和の明かり、慰霊碑、広島平和記念資料館と同一南北軸線上に存在している。平和の池原爆死没者慰霊碑。 アーチの奥に平和の明かり、原爆ドームが見える。1988年の平和公園周辺。国土交通省国土画像情報をもとに、作成広島市への原爆投下によって発生した原爆の火は、広島市内にはなく、福岡県八女市星野村にあり、現在も保守されている。これは、同村出身で当時兵役についていた男性が、 市内側や町で書店を営んでいた叔父の消息を求めて被爆後の広島に入市し、同書店の地下倉庫跡でくすぶっていた火を回路に移し、同村に持ち帰ったことが始まりである。この火は、個人が管理していたが、1968年に平和の火として星の村が引き継ぎ、2010年市町村合併に伴い、やめ市が現在引き継いでいる。なお、金星堂書店は、戦後、 店主の遺族の手で復興し、被爆当時の店舗所在地のまま営業を続けていたが、2011年に閉店した。現在、全国に分岐されている平和の日は、広島、平和の明かり、長崎、長崎地いの日、星野村、平和の日の3つを修備することが慣例となっている。この実話をもとに、安藤雄樹作詞、作曲のカンタータ、 この明かりを永遠にが作られ、全国各地で歌われている。ありがとうございます。